山旅行でした。すごくおしゃれな歌詞で、本当に映画のね一番を見ているような、松本隆さんの作詞って本当にそういった楽曲歌詞が多いような気がするんですが、あの別れた人がね別の人と空港に行って、でそこで鉢合わせしてね、自分はパリへ一人旅、そしてあなたは西海岸、これも喋ったわけじゃないから西海岸なんだろうなっていう想像なんですけどね、きっとね、で目があって、瞳で数秒会話して、で過去の思い出を旅行するという時間旅行ですよね、すごくおしゃれな出来だと思います。すごくねあの明るく聞こえる聖子さんの声がいいなって思います。から元気に聞こえるというか、この歌詞にぴったりですね。でこれを例えば中森明菜さんが歌ったりしたら、また全く違う楽曲に、それはそれで素敵だと思うんですけど、違う楽曲になると思うので、聖子さんの声にぴったりな楽曲だなと思いますね。さあ、